三浦市の前世紀といいますか、三浦市をこう一気にナンバー2、鎌倉枠のナンバー2に持っていたのはこの三浦義村ですね。1168年頃に生誕しています。で、1182年、北条政子の安産祈願のために阿波の国の登場時に三浦平六という人物が下に行ってますが、これが義村と言われています。義、まあ、村は平六という名前を兼務やったんで。 1180年に範頼軍にこの吉住ともに参加しています。だからまあ、吉住ともに参加すること吉森も吉住も吉村も範頼軍におったということがわかります。まあ、範頼軍はそんなに結局こう、先行だということはなかったんですけども、頼朝上洛時には右兵衛の城に任官しています。これは吉住に対して与えられたんですけども、吉住が自分の息子にその功を,を譲っているという形です。 だから正式に右上衛の女に任官し、で梶原景時の編では、吉村らと共に主導的な役割を果たしていて、この66人の御家人の弾劾状を応援の広門に届けに行ったのはこの吉村でした。で畑山の重忠の乱では、重忠の息子の重康を殺したのはこの三浦吉村です。まあ、大河ドラマでは、重康がこう、謀反人はどこだーっ言うて、由比浜で行きれたところに吉村が、 もう本人はお前だ言うてぶっ殺すシーンがあってそれがものすごい頭に残ってますその後この重忠の乱が実はでっち上げたことが判明しそのでっち上げたこの重忠を残言した稲毛重成の始末も吉村がやってるということで結構こういう 悪い通貨、こういう裏の裏家業の汚い仕事なんかを結構積極的に引き受けてると。で、この重康を殺させたのは北条時政であり、この稲毛重成を殺させたのは北条義時であり、まあ、この北条義時のもとで結構頑張って働いてると。まあ、ただ、もっとも重忠の乱とかでは、和田義盛もこの時政、あるいは義時と連携して動いてるんで、まあ、この時は、 吉村は別に義時に従ったつもりは吉森に従っていたと、いとこの吉森の言うりに従っていたということですね。和田合戦では、吉森はこの吉村をあてにして立ち上がったんですね。でも、吉森を裏切ってます。その結果、和田合戦では、吉森が敗れた最大の理由は、この吉村が土壇場で裏切ったからですね。 まあ、もっとも吉村は吉森と一緒に滅びるのはごめんだと思ったでしょうから、吉村から見たら、この吉森がちの挙兵がそもそも無理筋だと。ちなみに吉村と吉森っついうのはだいぶ年齢が離れてますね。20年以上離れてますから、吉森の息子たちが吉村とほぼ同世代になりますね。で、この源さんとも暗殺時に、この釘を殺害しています。 が吉村元に寄ってきたんですね吉村は実は苦行の乳母の夫なんです。目の要するに目夫なんですね。だから苦行は、与三とを殺した後吉村元にやってきたんですけども、吉村は殺したと。で、これについては、この永井道子さんが「円環という小説の中で、黒幕の一人とし、それをまあ考察した南友「源頼朝の世界」という本があるけども、そこではっきり言って、 あの黒幕の一人であると黒幕であると黒幕は吉村じゃないかという,ふうことを言うてそれに対して石井進東大教授それからあの大山恭平教大学教授が賛同してでそれ以来結構この三浦義村がこの三朝の暗殺の黒幕ではないかと要するに三朝と義時を一緒に殺そうとしたんじゃないかというふうに言うてまあ随分注目されましたそれに対して そもそも実朝が後鳥羽とひっつきすぎてると、万所の別途にしても、義時万所の別途は言うても、えー、源仲明が思い出して源仲明らがこう牛耳っている状態であって、実朝は急速に朝廷にこうすり寄っている、これを押しとどめるために、吉村と義時が手を組んで実朝を殺したというのが、五味文彦。ゴミ あるいは本郷和人両東、東京大学教授がそれを主張していますで。近年注目されているのは、まあ、苦行が突発的に殺しちゃったという見解が、まあ、有力されていて、まあ、この辺はあれですね、ただ最近出た上級の欄でも、中高新庄の酒井浩一先生は、酒井浩一さんはあの、これは苦行の単独犯だと。それに対して、 本郷和人先生は吉村と義時の合作だというふうに言ってます。吉村はこういうふうなところでも名前出てくると。だこれ実はまあよくわからない。私は最近はやっぱりこの苦行の単独犯だかなというふうに思ってますけども、まあしっかりと自分で資料を分析して処理してるわけじゃないんで何とも言えません。三浦氏と上級の欄ですけども、 三浦氏と上級の段にあるのはこの三浦,三浦種吉通人物もですね。吉村の夫、吉住の息子です。で上級期の時効自本の逸話では、この頼家のこの善行の母が種吉の妻、種吉,、えー、種吉の妻は頼朝の側室だったんですけども、で善行を生んだ、で頼家が殺された、頼家が殺された後三浦種吉の元に再会してきたんだけども。 この上級の乱の直前に今度は善行が殺されると。で、善行とよりえと善行、二人の関係者が殺されたこの母、つまり種吉の妻は非常に嘆いてで、種吉はそれで倒幕に加担することを決意したという話ですね。もっとも、小勝字本ではたまたま大判役におったというふうに言ってます。だからこの上級の乱の当時、この人が在京した事情は不明です。 在京中に後鳥羽上皇に加担しています。上級の乱ではこと羽上加担して上級の乱の一本大将になっています。この種吉に関しては、義時への非常に楽観的な見通し、つまり朝敵となったらもう幕府はみんな義時を裏切りますよというふうに後鳥羽に進言したのはこの種吉です。でさらに 院宣を下していただければ、義時にくっつく奴は千人もおれへんと。で、さらに兄の吉村は、私から手紙を出しますと。そしたら義村、義時を殺してくれるでしょうと。いうふうに言うたんですね。非常に楽観的な見通しと期待やったわけです。で、種吉からの密書吉村は幕府に届けて出て、それで幕府は言葉の動きを知ったんですね。 だからこれ、三浦義村がここでどちらにつくのかっていうのは一つのポイントであって、ここで種吉と一緒に一気に、種吉の誘いに乗って、一気に義時を殺すという選択肢も彼にはあったんですね。それがうまくいったかどうかは分からないですけども、この和田義盛の動きもそうなんですが、三浦義村っていうのはこういう時に絶対に幕地には踏み切らないタイプですね。ただ逆にここで義時とのにそれを言うて、 言葉と戦うのは逆の意味で大きな幕じゃったかもしれないけども、今、目の前にある状況を変えようとはしないというのが、どうも吉村の基本的な蘇生術だったというふうに思います。和、ま、田吉盛の欄にしてもそうだし、この状況の欄に関しても、とりあえず今、目の前にある秩序を守る。吉村はミッション幕に届けて、で、まさこの演説、いわゆる演説とあっ言われて、 藤原秀康、これは、あの、後鳥羽の北面ですね。この藤原秀康とともに逆賊と名前されているのが種吉です。逆賊、秀康と種吉を打てと。で、美濃国まで出陣しますが、そこで幕府軍に敗れ、藤川でさらに降戦して、そこで敗北。で、京都に入って後鳥羽の御所に向かうんですけども、茅野院御所に向かうんですけども、そこで後鳥羽には見捨てられて、逮捕の院宣を出されるという悲惨目にあいます。で、当時で上京してきた三浦吉村と、 こう対面してますでそこでは死ぬ前に一度あ会いたかったというふうに言うんですけどもだから恥を忍んでここまでやってきたと吉村はお前みたいなやつを知らんわというふうに見捨てちゃったとで開口の社で自害してます三浦吉村はその後京都にいて御堀川天皇の擁立に活躍してます御堀川天皇の元つうかまあその頃はまだ王子ですけどもその御高倉の王子であった ところに、後の堀川天皇を元に行って、堀川天皇を、あの、に対して。どうぞ、天皇に、お、なってください、というふうに言ったのは、上野吉村です。そういうふうに、非常に活躍している人物であります。吉村は、あれですね。この伊の辺でも、義時が死んだ後も、この吉村は元気です。義時が千二百二十四年、急死しました。 で、視質の伊賀の方による法治圧的排斥運動が起こる。これが伊賀市の変ですねで伊賀の。伊賀の方は自分が産んだ北条政村を執権にしようと、祈として失脚した事件です。これが失敗したきっかけというのも吉村なんですね。要するに、この北条政村と伊賀の方というのはおそらく、この吉村が自分をバックアップしてくれるだろうというふうに思ったんです。ところが北条政子が子 政村の烏帽子である三浦義村に働きかけてしまった結果、義村は北条泰時をプッシュすると。で、氏らは流罪になってしまうと。政村は政府。政村と、それから他に伊賀氏の方が生まれたのは北条実康。彼も伊賀氏から生まれてますけども、おもろいのはこの実康が、この伊賀氏の変ですっかり精神的に巻いてしまって、 もう彼はその後の彼はボロボロなんですよね、実家は。一方、政村はこれでこ、どっちか言ったら、実スじゃなくて、政村の方が大きかったように、政村は全く動じず、彼はコツコツと頑張って最、最後は七大執権に就任するという、ものすごい寝、まあ、技を披露してます。 ただ、これに関しては、実は、政子が死んだ後ほどなく関係者が赦免されています。まあ、伊賀の方は流罪された伊豆で、入る先の伊豆で亡くなるんですが、伊賀の方の兄弟は、政子の死後直後に幕府に復帰しています。それから、伊賀の方の隕石である一条三年政も、 結局謝面されてますでこれに関しては、結局すぐに謝免されたのは、幕府体制が未完成ゆえに、温情でいかないと厳しくしちゃったら動揺が走るから、このところはもう全部許すというふうに読み込んだのか、それともそもそも伊賀氏の乱というのが、伊賀氏の変数はそもそも存在しないという見解もあります。長井進氏なんかは、伊賀氏の変数はそもそもなかったと。これ、北条政子がどん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 と自分の関係じゃなくなっていって、 泰時がつこうが何にしようが、とりあえず伊賀の方、これが外籍になってくると、それに対して自分の居場所がなくなる北条政子が暴走して、伊賀市の方とかを悪者にしちゃったというふうな話をしてあります。 政子の死後ほどなく関係者たため、しかもこの伊賀,伊賀氏のこの排斥の動きとか、この政村執権就任というのを、まあ、政村は結局何も罪に問られなかったのは政村,政村は関係してないと。いや、関係したはずないやんと思うんですけど、関係してないということを考えると、そもそも伊賀氏の方によるこの排斥の動きというのが、そもそも存在しなかったというのは、まあ確かにそうかもしれないというふうに最近には言われています。1225年。 子が亡くなりますでこれで幕府の早々期がほぼなくなってしまってで、まあ、残っ三浦義村はその中に残るんですね。氷上州の設置されますがこの氷上州に義村宿老として参加しています。さらに1232年の御成敗式目制定にも関与してますが署名してますね。1238年には藤原頼常の上洛にも随行してい,いきます。 で、その翌年、吉村は亡くなります。まあ、人々は後バインの怨霊だというふうに言ってます。まあ、この頃、安時も、安時も1142年亡くなったのかな。だから、吉村が亡くなって、ほどなく安時も亡くなって、で、人々は後バインの怨霊だというふうに奪われたとで。吉村に関しては、この千葉種綱との逸話が有名ですね。これはだいたいまだ吉、 実朝が存命中の話です実朝が存命中の1218年、実朝が殺される直前なんですけども、その直前の将軍御所での出来事です。一番上座にドーンと座った三浦義村、そこに千葉種綱がやってきて、吉村の上座にボーン座ったんですね。そした吉村が、下草の犬は不死道知らんと見えると。 それとは、千葉田ねつなが、三浦の犬は友を食うぞ、というふうにやり返したと。で、吉村はペシャンと。これ、三浦の犬は友を食うぞ、とつうのは、吉和田義盛の乱の時に三浦吉村を裏切ったことを指しています。これ、実は三浦、千葉田ねつなはこの時何歳だったか言ったら、実は11歳。で、吉村はこの頃40、四十な半ばですね。四十ばのおっさんが、どーんとこう、一番ええとこに座ってたら、その、さらにええとこにどーん座った、十一歳のガキ。 多分まだ声変わりもしてないそういうキがドーンとってだからそれはまあ吉村として言うわけですね下総の犬は不死ど節所を知らんとそしたらキが三浦の犬は友をくとやり返したとまああの生意気なキというのはありますね 三浦安村は実は生誕年が不明なんですね。なぜ不明かというと、関東氷上殿では1184年生まれたり、上級期では1204年とあって、まあ、こちらの方が千奇物であるということを考えると信憑性が低いんですが、これ上級期に三浦安村が少年17言うて名乗ってるシーンがあるんで、1204年説があるんですけども、 ただ、これ実は、こっちが正しいと言われてます。なぜか言ったら、この安という名前が、北条安時の変形であることは言うまでもなく、安時から名前をもらえるというのは、安時よりも歳にならないと。いうことで、1204年生まれで安時から名前をもらえる通報が、非常に筋は通っていると。1180年あったら、ちょっと安時から名前をもらうのは、ちーっとばかり難しい。ということで、 これは1200年数が正しいんだけど、これは何かの間違いだろうと言われています。上級の乱で、彼は、さっきもにったよ17歳で初陣、活躍してます。で、この上級の乱の時に、実は武士連れて行ったんですけども、この時に16以上の人間を連れていくと決められていたらしくて、だから安村は多分ギリギリ行けたということで、それ以前のいろんな合戦に安村の姿は見えないですね。 ということは、安村は1204年生まれで、この上京の時には17歳、風17歳だというので筋が取ってます。で、この安村というのはキューバに卓越していたことで知られています。武者として非常に優れている人物であると。だからしばしばこう、やぶさめとか、そういう弓,の弓矢の儀式とかに借り出されています。そこで見事な記者をまあ見せていると。 で、安時の返金を受けて安時娘と婚姻してますから、もうそういう意味では、北条氏の一門集として位置づけられる、そういう、まあ、幕府、幕府御家人ナンバー2と、そういう地位を三浦安村は確保していると。で、この、それともに藤原頼都親子への接近もあって、これが特宗家から危険視される一つのきっかけではないかというふうに見られています。三浦安村にとって運が悪いのは、 安時の娘と婚姻してるということは、この安村津は、安時の後継者の北条時宇氏ともに手を取り合って、幕政をリードしていく。そういうはずなんですね。ところが、時宇氏は失権になることなく、安時よりも先に死んでしまったと。その結果、安村は外籍地の地位を失いました。で、逆に、その時宇氏の息子の常時と時折、 この二人は外籍を足達氏になってますね。要するに、この常時と時折の母親っつうのは、足達影森の娘であると。足達義影の姉にあたると。安達義足立陰、安達影森、安達義陰が外籍としてこう出張ってくるということなるわけです。そうなってくると、三浦安村としては面白くない。 さらにこの1246年、常時が亡くなりました。この時に宮騒動というのが起こっています。この宮騒動の名前の由来は不明なんですけども、なぜ宮なのか。あの別名を名古屋市の変、名古屋水時の変と思います。す名古屋水時が藤原頼常を、まあ、持ち上げて、で北条時頼を倒すと。時頼を倒して、名古屋水時は執権について、この頼常、それから九条道家。 名古屋三時これで幕府を,を掌握すると、そういう動きやったんですね。で、この時に三浦安村は時折の味方をしたんです。これ、吉村東京といんですね。現在ある秩序に乗っかると。安村がお味方につけられなかったことで、この宮騒動は失敗し名、名古屋三時の弟の時行は自害、三時は出家して引退。で、 さらに九条道は失脚して、後佐川天皇の直感を被ると。その結果、時折はこの北条氏の一門の長老である北条重時を連所に就任させようとしたんですけども、安村がこれに反対すると。安村が反対したのは、重時が帰ってきたら、現在、時折を補佐する一番偉いさんが安村になんとかなっていると。 そこに重時が帰ってきたら重時に取られちゃうと思って安村は反対したらしいんですがで、この安村の反対が通ったんですね。時折はこの安村の言い分に同意して重時の連勝、就任を見送って、まあ、重時はこの時、ろから単で打ったんですけども、重時が鎌倉に帰ってきて連勝に就任することに対して安村は反対したんで時折もそれにしたかったと。で、これで安村の事実上ナンバー2とつうのは守られたんですけども。 これはどうだったかなと言われるね。要するに、この重時がおったら、この重時ってうのはどっちか言うたら穏健派であって、そんなに安村を急速に排斥しようという動きにはならなかったと考えられてるね。おそらく重時が帰ってきていたら、この安村と足達氏、足達義景の関係はもうちょっとうまくいってたところが、この重時の連署就任に安村が反対したことで、 逆に、この安村と足達のクッションがなくなってしまったと。いうことで、安村にとっては実は古いに動いたんじゃないかと。で、翌年、足達市の強硬派の影森。足達影森が高野山に登って、影森はこの時、もう出家して、で、引退して、吉影に後を譲ってたんですけども、その影森が高野山から帰ってきて、あの吉影と 安森を罵倒するわけです。何をしてるんだと。なぜ三浦市を排斥しないと。で、三浦市では、この若い頃に苦業にそば近く使えており、その後、常時じゃなくて、この頼常、頼継に使えていたこの三村。この三村も逆に足立市のこの最近の挑発に対して反発すると。で、この足立市と三浦市の対立が激しくなっていきます。 で、それに対して振り回されてるのが安村と時折だったんですね。安村と時折はこの安達氏と、それから三浦三村に振り回されて、最終的にこの時安村の元に時折が行って、安村の屋敷に時折が入ると。そういうがだけは出すんですけども、この時に影森が安村,安村に襲いかかると。で、事河川がで起こります。 それに対してもちろん光村が応戦してで法事合戦になりいろいろと例えば死んだ魚が打ち上げられたとか、えー、がき黄色い蝶がうわー飛んだとか赤潮が起きたとかそういうような合戦を示すような異変が起こって人々の心も不安定になっている時にこんなことになっちゃったんですね。影森はおそそらくそれを狙って、 合戦を起こそうとしたし三村も逆にそれに乗っかろうとしたし結局法治合戦になって滅びました足立影森が起死をかけて開戦し戦を制された三浦氏は滅亡してしまいますこの三浦氏に関して言うと安村というのはまあある意味優柔不断であったとだから長井進先生は、えー、三浦安村に関しては武人としては立派だったが武将としてはいまいちだったと要するにこういう時の戦いとかの決断力はなかったと 個人的な能力はあったんですね。ただ、こういう時にどう動くかということに関しては、もう後手後手に回り続けたと。いろいろとまずかったですね。例えば、戦うんだったらもっと早く戦えなきゃならないし、戦わないんだったら、重時の練習に反対していけなかったし。まあ、何かと、この安村さんは、うまく動くことはできなかったと。この三浦安村が滅びた後、 三浦氏を継いだのはこの佐原盛蔵です。この佐原盛蔵は、この法然弟子の竜巻が欧州に流罪になるときに、盛蔵が預かっているんで、まあ、欧州に首領があったことが伺えます。で、これが法治合戦以前に持っていたと。で、それが会津軍の加納将であって、まあ、この佐原盛蔵の子供が後に足なしになると。で、この佐原盛蔵は法治合戦では北条氏に組みしています。 合戦後は三浦之助を継承してます。まあ、もともとこの佐原盛蔵は、奥さんが、あの、えー、確か、ゃ安村の妹なんですけども、これが北条康時の元妻で、だから北条氏に嫁いだ後、佐原盛蔵に続いたんですね、あの、この盛蔵の奥さんは。 で、間に時折が生まれてるんで、まあ、森面にとっては、この時折っつのは血の繋がった外積にあたるんで、森面は法事合戦では北条時折方についちゃったと。で、この魚が打ち上げられたとか、そういうような、あの異変を時折に報告したのはこの森面なんで、この森面としては、もしかしたら安村を引きずり下ろして、自分が三浦之助になろうと思ったのかもしれません。 ただ、この佐原氏は、その後はあまり盛り上がらないと。結局、三浦之助が継承したものの、立場的には佐原、そのままでね。要するに、三浦安村のような立場にはもうなれなかったと。まあ結局、まあ、実際には確かに北条氏の外籍はもう安達氏が独占するようになりますからね、この後。三浦氏にはそういうおいしいところは回ってこないと。 いうところで、法事合戦のところまで一応、右みだ。一応、ここまでで話を一旦切ります。工業が再度満殺したというところは、これは説が3つあるということですね。整理したら。えー、整理したら、実はなんかよ5つあるんですよ、実は。5つある実は5つあって、義時黒幕。これ、一番古い説ですね。吉村黒幕。 それから、義時、吉村の連合。義時がたの単独犯行。義時は苦行を進化した。義村は単独で苦行を進化した。義村は義時も殺すつもりだった。義時と義村の連合。それから、苦行の単独犯。1、2、3、4。苦行の単独犯。それからもう一つは、後藤和説なんですね。 クロマクセスも止まるみたいで立命館大学で言った谷登さんという方がこれを提唱してます。五島クロマクセス。谷登さん,さんは、まあ、私の弟,弟弟子やったんですが年齢ははるかに上であの高校の先生やったかなを退職した後に大学に入りってきたんですよ。高校やめてから大学に行く人は割といます。 それも科学の先生が理科の先生だったと思うんです、確か。<laughs> 大学院に入って、マスター、ダクター出て、で、本を出して。言葉はこれをうまく説明が出てるんですか。まあ元から、勘打ちとかそういった話が出きたのそれをちゃんと学術的に裏付けをしたもんですね。あんまり私もちょっと指示しにくいなと思って,思ってますけども。発想としては昔からありそうな説ですよね、うん、言葉。 がやったというううのはそうそうただ最近は言葉と実朝は仲が良かったとそうそうそうになってるから言葉このアクセスを今から証明しようと思うと今のトレンドに逆行する説を唱えることになるわけですね。そうですね私は個人的にはこの上級の辺あたりが好きでしてねなんかああいうざまないことを <laughs> やったよ。 あれすぐ1週間ぐらいで鎮圧されておるでしょう。一発でしたね。ね一発ですよね。なんでこの後鳥羽という、あれかな、1ミリオンかな。ただね、あれ、大国の向けにみんな味方してるんですよ。で、うん、実際に後鳥羽の印然を受けて、鎌倉幕府は結構動揺していて、最初に、 人間がが集まりが悪かったらしいですねあれ、うん、で大江の広元は突っ込んでいけと言うたんやけども義時は、うん、これ集まりが悪いから今度は防戦しようがとここで広元の説が通らなかったら多分幕府は滅びていた <laughs> と言われてます要するに後鳥羽がガーッとやってきて後鳥羽軍がこう進撃すると多分みんなそっちにどっち要するに勝ち馬に乗りますから。 動いた方に乗るんですよ、彼らは。だからそこで義時が広元の説を受け入れて。主戦に行った瞬間に。宝珠席が十人ぐらいの部下を連れて。鎌倉を飛び出した時に勝負は決まったと。だから石野ばっくちゃったんです、ね、あれ。多い広元がいなかったら勝てなかったですね。多分 このままあの幕府を滅びて、そから幕府は新たに三浦兼義を執権として新たに作り変えられたかもしれませんね。誰の本で、多分高一祥介先生やろな、多分。りは。そ何か大江広元やと。<laughs> うん。天皇なんてのは倒してもいいやで、そんな発想を武家は持ってなかった。これあの、中井美智子さんの小説でもそうなってますわ。 朝廷に対して耳を引くことに対してちょっと腰が引けてる泰時や義時に対して大江の元本が院宣なんてものは買った方にはいくらでも下されるもんだと我々京都の馬鹿らしさも何,何かも知っとると京都の恐ろしさも馬鹿らしさも全て知っていると、はい、つぶやくがあります本忘れちゃったんだけど論理としては、うん、助さんの本ですね多分そうですね論理としては間違った天皇をす正すのはそれは 貴族の役割なんや、うん、だから大江広元には間違った天皇は正さなあかんという、そういう、さ正義なんだ。<laughs> だから戦ったんや。うん、これはね、武家にはなかったって書いてましたね。そうですね武家の方がビビっとったで、うんうん。で、あの大江広元と三好泰信だったかな。そそうそう、はい、貴族2人が戦えて。だから勝ったんや、あれは。うん 大井弘元の勝利なんや貴族が天皇を倒したんや。ああ、なるほど、そうか。<laughs> <laughs> あの説はね、初めて読んだとき、感動しましたね。筋は取ってますよね、ものすごくああ。天皇のあるべき姿を追求するんや、貴族も。といえばね、徳川家康なんかもそうですもんね。そうですね。うん、天皇があるべき姿でおってくださいねと、うん。基本的に きあのそうですねって、朝廷のあるべき姿に戻す。そうですね、藤原の道なんかもそうやって書いてましたね、あるべき姿に戻そうとした、うん、平ら京盛りもで、その担い手が摂関家から院の謹慎、頼朝のような軍事貴族からその家人たちに加工していくんだけども、彼らは朝廷をあるべき姿に戻す,戻すと。 正すのは進化の責任であると。うん、で、また義務であると。いや、面白かったですね。なるほどそう、そういうふうに考えらればさ、よう分かるわと。<laughs> <laughs> それでね、大広元さんはすごいなと、大広元来らへんかったら、後鳥羽勝てたんですよね、大広元来らへんかったら、幕府も,もたもたして。三浦種吉による<と>新たな幕府が出来上がっていたまさか、反抗ってくるとは思ってなかったんですよねででもそううしょうね。 はむかってもいいんだって言った人が偉い。<laughs> ということですね。<laughs> そこですねで。それをね、書いてくれへんからね、高校の教科書。あはい、分かんないんですよね、本質が。でもその、高一翔介先生の説って、説になってるんですかいや、微妙になってないです。<laughs> あ私の指導教授はものすごく嫌ってありますね。 高知翔介さんの本私があの単行文献載せたら高知さんはね僕が一回何たらかんたらの、何か査読委員やった時に出してきたんだけど僕は落とせっ,たんだけど載ってしまった <laughs> あ、そうなんですか。こ,これこれこの本あ、はい、川内翔介先生の「天皇制の論理で」でこれはもうめちゃめちゃ面白かったですね。 あ,のあれにも載ってました、あそこも書いてありました、ね、あの天皇の歴史の4巻、どっかあっちのに行っちゃってる。天皇の歴史の4巻にも講談者の、あそこでも書いてありましたね。一帯一路さんとの協調の部分で。うん、それから伊賀の方の話と、それからの法事合戦に関しては、この永井進先生のこの鎌倉幕府の転換点というので、NHK ブックスですけども、そこでずいぶん いろいろとああのこういう今日の話はここそれに乗っかってます。その長井進先生の鎌倉幕府の転換点。北条政子って時宗が若かった頃に政子してた執権ですよね。そう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 。元寇の直前ぐらいにね。うん、で執権引退した後も幕府制に特装以外で関わったのは政子が唯一。 執権やめでも出勤してなかった唯一の人間です。執権やめだと連勝として時宗<昔>を支え続けた。あ、そうそうそう。そうなんです。私、あの北条時宗の伝記を小さに読んだ時に時宗を支えたなんかおじいさんみたいな感じの人で、政、はい、村って。大河ドラマでは伊藤史郎さんがやってありましたね。あんな感じかな。執権やって 時宗を成長を待って時宗に執権譲って練習やるんですね。そんな感じですね。えっと順番から言ったらまず最初に練習をやってて長時が死んだ後執権になってその時に時宗14歳で家督を継いでで時宗18になった時にそうですね執権譲って練習になる。練習2回やってるんですよ、これは。練習執権、練習と。ずっと長い間鎌倉幕府の中心におって。うん しかもこれ大事な時期なんですよね。そう、ンモンゴルの手紙が来たりなんかして。そうそうそう。名古屋のり時と名古屋時明を滅ぼした時に時宗を叱責しているのが政村なんですね。あれは正義がないと言って。北条時氏で出てきましたね。はい、4代目こ。これは父は誰なんですか泰時。じゃあこの兄弟に常時と時寄りが出てくるんですか 常時と時、時よりは、時生氏の息子です。時常時の母は、三浦家で。で、常時と時生の母は、足立ですね。やす時の後継ぎになるはずだった時生氏が。そうそう。なくなってしまったのでと。うん、孫なんですよ。ああ、じゃ、時生氏が。長生きして、失権。の座に。うついていれば。三浦は外戚として。うん。 影響力を発揮できたとそうそうところが時給寺がなくなっちゃったので、うん、時給寺の嫁が足立から来てるわけそうです松の禅ですねいわゆるだけどその子供が常時になろうが時寄りになろうが外籍は足立になっちゃうとそうそうこれ道具のとですからで三浦としては大きな魚を逃がしたわけですねそうなんですよ時八二 28, 28で死ぬのこれ確か あと10年生きてれば、ねうん、まあ最も特急も時宇治より後の特捜家はみんな廃人ですけどね常時が24です時急で三38ですから <laughs> 時三34で定時が唯一4三の四0代を突破した特捜家って確かに単名ですね極端に短名ですねこれぐらい短いも逆に珍しいですね珍しいです あ言えばほあの細川慶長家が、まあ、40前半でみんな死んでいくぐらいですかね。刑図作ったらもう人がいっぱい出てくるんですね、北条氏、徳宗家の刑図いのは。そう、あの、代替わりが激しいから。<laughs> そうなんですよ。執権10年ぐらいで変わり、うん、ますもんね、どん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 ,どん。そう。逆に三浦氏はみんな長いきやから、うん、なかなか変わんない。<laughs> 最後の法事合戦の時ですが、はい、時よりも、 三浦安村も穏健派やったのに足立景盛と三浦光村という景気派同士が戦い始めちゃったっことですかそうです,そうです武藤派同士がで。でこの時折が実際どの程度この計略というか奇襲がの主,主導していたのかどの程度かかっていたのかというの議論があってこれ時折重時京都で重時がこう操っていたという見方と時折重時はどっちかいうたら三浦家を 穏やかに穏健にこの外積からこうフェードアウトしてもらって足立氏に変わっていくと。でそれが足立氏にとっては我慢がならないと。いつまで三浦がぐず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 してるんだと。ぶっ殺せと。いうふうな見方をしたのはこの永井進先生のこれですね。鎌倉幕府の転換点、NHK ブックスです。あさっきの例の。<laughs> 私はこの本にものすごく感動して、あの大学で授業で結構使ったら、 大学の学生さんが、我々は騙されてた,たというふうに言って、ああ、ちょっとこ、これちょっと、これ乗っかりすぎたなと、ちょっと反省したんですね。<laughs> ちゃんと、あの、こういう意見もあって、これも意見なんですよ、ちゃんと言わないと、え今までの説に対して、こういう画期的な見方が出た、言うて、ガーッと前のめりに紹介したら、学生さん勘違いしちゃったと。<laughs> これはちょっと反省してます。我々、騙されていたって、いやいや、騙されてないと思います、とか <laughs>。時よりが 法治合戦に関わった時の位置づけというのが今までと違うことですかそうです。時折通のは穏健派であったというふうにも見たね。これはどっちかというと、三浦が浮き上がって、鎌倉幕内で浮き上がってという感じですよね。まあ確かにあの三,浦三浦氏は役割を終えつつあるのは事実だったんですね。 あの時氏が死んだ段階でもっと外籍から外れていって足立市にナンバーツーの座を譲っていったらまあ多分三浦氏も十分に生きていけたと。その運が良ければ次の時折の奥さんあたりに押し込むこともできたかもしれないし、まあ、現にあの三浦氏の外籍に当たる毛利氏から時折は妻を迎えてますからね。じゃあまたこの時期 徳宗家の性質はどこから迎えるかということは確立してなかったんですね。きゅ、うん、は結局あれですもんね。あの時折の奥さんはさ最初の妻が毛利氏からで、この法事合戦の後、おそらくは離縁されて重時の娘を迎えていると。時宗の妻が足立氏で、であのその時の時に。 一旦定時の妻も足達ですしねで安村滅びたけどもまあ結局生き残った足達家からあの高時の奥さんも迎えてるとだから結局実は時宗定時高時のこの三代にわたって足達家から妻を迎えてるねだから下月騒動で足達氏一旦没落したとは異い上 結局、最後は外籍はもう足立氏が独占に続けるんですよ。幕府が滅亡した一つの大きなポイントは、足立氏と、それから高時の間に子供が生まれなかった。特質の身内人の側室から生まれた国時を後継ぎにした結果、足立氏がぶち切れて、足立氏と身内人の間が抜き差しにならなくなったとで。足立氏の血を引く北条や水家を、 執権につけるべきと考えた足達氏と国時を執権につけるまでの間金沢貞明をつなぎにしようとした身内光の間で争いが起きてでそ,その7年後に幕府ですね高時の後継者が誰になるかって話はあんまり聞かないですね、うん、でも実はあれ足達氏の血を引く人間かそれとら達氏の血を引かない人間で揉めるんですよ大きい話ですよね皇太子は、はい どっちにするんやという問題ですもんね、朝廷ではえば。そうなんですよ。高時というとね、刀剣に狂るったとかね、うん、悪い話ばっかり出ますけど、高時の次はどうするんやという、そういうところはあまり聞かないから、だから高時をめぐる幕府内の争い、人脈上の争いがあったということなんですね。鎌倉幕府ってね突然滅びちゃうから ななんんんでこんなに滅びるんやという小沢一さんなんかはもうこれは分からないというのも一つの誠実な態度だというたって,あってまあこの高時の後継者問題というのは結構いくつかあるんでしょうね結局それでその一つは決めてならない <laughs> まあ一つは朝廷の争いに巻き込まれたこととそれから幕府の中でそういう自分自身も後継者争いを起こしてしまっていることがあるだろうけど。 それも一つの理由、理由の一つなんですね。